どうも、こんにちは、吉谷です。今日は、はい、今日はですね、無限にお金を生み出す方法についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これ関係ないですけどね。はい、ここはですね、快活クラブになるんですけど、僕がいつもですね愛用してる快活クラブ、まあ、全国僕いろいろ飛び回ってるんですけど、飛び回った結果、まあ、快活クラブ最強ということで、まあ、あの快活クラブはですね、特におすすめなのが、焼きカレー。これ焼きカレーがめちゃめちゃうまいで、500円ぐらいなんですけど、めっちゃ焼きカレーうまいですね。でさらにこの快活クラブ、今なんで、まあ、いつもは漫画喫茶のとこをこうフルフラットのとこで、昨日もフルフラットで寝たんですけど、まあ起きた後今仕事をしてます。でなんでここで今してるかっていうと、その録画ですよね。録画するのにこの快活クラブの場合は移動も全部無料なんですよ。でカラオケもあるし、あとビリヤードとか、まあダーツとかもあるんですけど、そういうところも全部移動無料だし、まあ音声収録する場合はまあちょっとね音漏れが少しあるんですけど、まあまあまあ音声、今ちょっと有料の商品をちょっと作ってまして、それでここに来ました。移動してで、まあ、ついでなんで今出力してるんで、まあついでじゃ申し訳ないですけど、とりあえず作ろうかなと。今、エンコードが 71% ですね。あと 30% ぐらいある。 29%、 まあということで、まあまあ僕ね、そう実はですね、この動画の前にちょっとね一個動画ちょっとアップしてると思うんですけど、最初ちょっとね僕ねカラオケしようと思ったんですよ。せっかくこれあるんでカラオケして、まあカラオケしてる風にこう歌って、こう自分の生声をこうね披露しようかなと思ったんですけど、実際ちょっと録音して聞いてみたらひどすぎて僕の音痴なんですよ。めちゃくちゃ音痴で、実際に僕これまあちょっと録音してみたんですね。実際にそしたら聞いてみたらこうひでえなと思って、まあちょっとね、変えましたやり方を変えました。で僕が今回そのパウロさんとディレクターズクラブっていうのをちょっとご案内してるんですけれども、パウロさんが昔ね、YouTube、まあ、今はそんなアップしてないんですけど、昔かなり YouTube やってたんですよ。でその時にその、生声みたいな、その生声みたいなやつやってたんですよ。要はその視聴者からリクエストをもらったやつをアカペラで歌うみたいなシリーズをやっていて、もうこれ3年前ですかね。ちょっとこの YouTube の下にパウロさんがアカペラで歌ってる動画がまだ消されてないの1本あったので、それちょっとシェアしておきます。まだ消されてない。まあ、1回もねパウロさん昔のやつ全部ほとんどね削除したんですけど、まあ、1個だけ残ってました、アカペラ。うん、でそれ僕はそのアカペラ3年か4年前に聞いてて面白いなと思ってパウロさんにリクエストしたんですよ。でリクエストしたら、おおっと、あの人からリクエスト今回いただきましたみたいな感じで、歌ってくれたんですよ。僕がリクエストした歌をアカペラで。でパウロさんめちゃめちゃうまいんですよね。なんかそのもうまあちょっとねこれうまいんですよ、とりあえずうまい。うん、まあそのパウロさんがどんなことを歌ってるのかってアカペラでね、3年前です、パウロさんが3年前やってたやつの動画1本ありましたので、そちらのリンクの方載せときます。他にもね歌ってるシリーズあるんで何本かちょっとリンク載せときます。この YouTube の下にパウロさんが歌ってるやつが、まあ新しいやつだともうちょっとあるかな、2個ぐらいあるかな、新しいやつだと歌ってるやつ、歌ってるやつが多分ね あるかな。ちょっと探してパウロさんが歌ってるやつ何本かちょっとリンク入れとくんで、はい、ちょっと見てみてください。はい、でまあ今回その無限にお金を生み出す方法なんですけれども、これって簡単なんですよね。これまあ YouTuber もやってますけどはじめ社長に聞いてみたいこととかね、ヒカキンに聞いてみたいことみたいな感じで質問は聞いてみたいこと、聞いてみたいことをこうリスナーさんからね、ラジオとかも全部それで成り立ってる部分もあるじゃん、リスナーさんからいただきましたみたいなね。要は YouTube も一緒ですよ。ヒカキンとかも全部そんな感じでやってるわけじゃないですか。まあその全部ではないですけど、そういうコンテンツありますよね。要はなんかそのお金をインターネット上でお金をこう作っていく上で何が重要かっていうと、コンテンツ作成なんですよ。まあ僕の場合は動画の方が簡単なんで動画でこうやってますけど、例えば動画ができないっていう場合はまあブログの記事
ブログが嫌だっていう場合は Facebook とか、なんかいろいろあるじゃないですか、 SNS って。で基本的に SNS で集客してお金を稼ぐ上で何が大事かっていうと、その SNS で情報を発信する何かネタコンテンツなわけですよ。でほとんどの人がこれできないんですよ。で僕最近インスタグラムやってますけど、インスタグラムでも僕これを取り入れてるんですね、ちょいちょい。どういうことをインスタグラムで取り入れてるかっていうと、僕のインスタグラムのファンの方にですね、指フェチがいるんですよ、指のファンで。指の写真をアップするといつも反応してくれる人がいるんですね。なんかたまに僕はその人の、喜ぶために、まあ、指の写真をわざとアップするんですよ、指の写真を。でもその人が欲しいものですよね。それに対して写真提供、指っていうのを写真撮ってアップするっていう。僕指フェチいるんやん。僕はどちらかというと足フェチなんですけど、世の中に指フェチがいたと。ちょっとインスタをやってて新しい発見なんですけど、要はまあ写真であってもこういうのを見たいっていう人に対してそれを提供すればいいわけですよね。じゃあ動画とかできるんだったら動画でそのこんなお客さんからご質問いただきましたで回答すればいくらでも無限に作れるじゃないですか。じゃあ顔出しできなかったら、例えばなんだこんな感じにしてこんにちはこんにちはみたいなね、なんかこんな感じでなんかやればいいじゃないですか。ちょっとわかんないですけど、まあちょっとこんな感じでね、ちょっとなんかまあこんな感じかな、こんな感じでわかんないですけどこんにちはみたいな、今日はお届けしたいきますみたいなね、こういうのやればいいじゃないですか、ね、顔出しできないんだったら。もしくはまあ音声だけ入れるとかね、まあそれもめんどくさいんだったら、それもめんどくさいんであるならばブログ書く、なんだ Facebook 書くでいいじゃないですか。だから結論、無限にお金を生み出す方法っていうのはお客さんからのそのご意見をいただければいいだけなんですよ、単純に。でもしそのお客さんからの意見が聞けないようであるならば、ヤフーの知恵袋だったり、その無限にお客さんが知りたいこととか悩みって無限に落ちてますから。てかヤフーの知恵袋見れば一瞬ですから、めちゃめちゃ悩みそこに書いてありますからね。じゃあその悩みに対してヤフー、例えばですよ、ヤフーの知恵袋の悩みに書いてあることって、例えばニキビの悩みだったら、ニキビの悩みに関してブワー書いてるわけですよ、ブワーと。ということはそれ一人の悩みじゃないですよね。じゃあヤフーの知恵袋に悩みが一つしかないってまずあんまないと思います。もう何千人何万人がその悩みについていろいろなこう悩みを投稿してるわけじゃないですか。だから一人の悩みは100人の悩みなわけですよ。ということはヤフーとかのね、そのお客さんの声を拾える媒体がないっていうことであるならば、ヤフーとか教えてグーとかね、そういうところに書き込みがされてる悩みに対して回答するっていうコンテンツを作れば、無限にコンテンツ作れますけどね。で無限にコンテンツが作れるということは、無限に集客もできるし、無限にお金も稼げるわけじゃないですかね。まずそのコンテンツを作らないとお金は稼げませんからね。ね、ブログやりました、1記事もない。 Facebook やりました、1記事もない。 YouTube やりました、1動画もない。稼げるわけないでしょ。 Instagram 始めました、1万写真もない。稼げるわけないじゃないですか。これやれば稼げるんですけど、なぜやれないのかっていうと、そこのコンテンツが作れないわけですよ。でそれは自分で考えてるから作れないんです。自分で考えて作れる人は考えてくださいってところなんですけど、ほとんど考えて作れないです、初心者だからっていうことで。初心者だから何やっていいかわからないってことなんですよね。でこのぶっちゃけで言いましょう、ぶっちゃけてこうマジで無限ですからね。ヤフーの知恵袋って悩みがあってアンサーあるじゃないですか、終了ですよね。もう一度言いますね、ヤフーの知恵袋って悩みあってアンサーの回答あるんですよ。これ無限じゃないですか、無限にコンテンツ作れないですか。悩みあってアンサーあるんですよ、もうすでにね。こう勘のいい人だったら分かると思うんですけど、無限でしょこれ、どう考えても。こう無限に作れないですか。無限に作れるんだけどな。いやこれもやりたくないっていうことだったら、いやそれもめんどくさいみたいな、こうだって考えなくてよくないですか。考えなくてよ、あ今日どれにしようかな、あじゃあこれにしようみたいな。
僕ね多分ね今の僕今言ったことでね100万本ぐらい動画作れる自信がありますよ。ヤフー知恵袋のヤフー知恵袋のその書いてある悩みを使って100万本ぐらい動画作れる自信がある。やろうと思えばですよ、やろうと思えばマジで。だって僕だってこれね単純に僕1本の動画をね結構僕喋るんで20分30分40分とか話じゃないですか。じゃあこれ3分にしたらめっちゃ作れると思いません？僕の場合3分じゃあ24時じゃあ仮に8時間寝たとしましょう。1日8時間しっかり寝たとしましょう。じゃあ16時間残ってるわけじゃないですか。じゃあ16時間フルマックスで 3分ぐらいの動画ヤフーのヤフーの知恵袋やって動画作ったら何本作れるんだろう1日でって話じゃないですか。相当ですよね。まあまあ休憩入れたい、じゃあ休憩16時間のうち休憩を、まあ、8時間睡眠じゃあ残り16時間、じゃあ16時間、じゃあ6時間休憩したとしましょう。じゃあ10時間やったとします。6時間だいぶ休憩してますよね。6時間10時間のうち6時間休憩にしたとして、3分の枠の動画を、60分だと何分作れるんだ、20本か、1分あ1時間で、20本作れるんですかね。2、3が6で20本、ということは20本かける10時間ですから10だから200本、1日200本作れますよ。ガチでやったら1日200本、8時間睡眠、6時間休憩、残り10時間ね、残り10時間をフルマックスで3分の動画を作ったら200本作れますよ。1日200本ですよ。これ稼げないってことありえます？これ稼げないってこと、1日200本の動画作って稼げない、全く稼げませんでした、ありえないでしょう。絶対ありえない。しかもヤフーの知恵袋に書いてるキーワードですから、悩みのキーワードが入ってるから、まあ、それちゃんと入れれば、まあ、検索されないことはないと思います。だってもうそもそも悩み需要があるキーワードですから、そのキーワードぶち込んでおけばまず再生回数がゼロってことはないですよ。まあ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 、もちろん一番初動はね再生数ないかもしれないですけど、まあ1日200本作ってて、なんだ1ヶ月何本だ、200本、6000本、1ヶ月6000本作ってアクセスゼロ、まずないでしょう。どう考えてもないでしょう。しかもヤフーの知恵袋の悩みのキーワードっていうのはそもそも需要があるキーワードなんで、まあある程度ねキーワードを意識してタイトルつければ、まあ、絶対アクセスきますよ。どうもこんにちはみたいなね、今日ラジオ風にやって動画作ってね、こんにちは、今日はこのリスナーさんからこんな悩みがみたいな、ね、ヤフーの知恵袋読み上げるみたいな、リスナーさんからこんな来ましたねみたいな、あおみたいな、おう What's your name みたいなね、なんかやっときゃいいでしょ。絶対稼げる。もうね、じゃあ何環境がダメ、快活クラブ来ればいいじゃないですか。何そういう動画を作れる環境がありません、快活クラブ来てこれやればいいじゃないですか。これね別にこれまあマイク使ってないですけど、こっちで撮ってますけどね、こんなやればいいじゃないですか。快活来ればこれどこ撮るよ、そうね、無限に環境がありません、快活クラブ来てください。で快活クラブで、まあ1日使ったとしても2000円ぐらいですよね。でその2000円のお金が無駄っていうことだったら家でやってくださいよ。2000円ぐらいですよ、多分確か1日確かいても12時間で多分2000円いくらじゃないですかね。まあアイスクリーム食べ放題だし、ドリンクバー飲み放題だし、仕事も他の仕事もできるしね、こんなの機材もあるわけじゃないですか、使ってないですけどね、使ってないですけど、まあ絵的に面白いですよね、絵的にラジオ風に、あどうもリスナーさんから今日はみたいなね、ちょっとねあの白黒にしてとか、ちょっとオシャンティにして、今日はこんな悩みいただきましたねみたいな、行きますみたいな、俺の回答ヤフーの回答の読み上げるみたいな、俺の回答行くぜみたいなね、どうすか、無限でしょ。無限だな、これやればいいと思うんすけどね、無限ですよ、うん。まあ、で動画を本当にですねできる人だったらすげえ簡単なんで、僕なんか編集してない、まあ、編集たまにねする時もありますけれども、別に編集しなくてもいいわけですよ、うん。だからまあ僕がおすすめなのは本当に動画コンテンツっていうのが非常に簡単です。だって顔出ししなかったらこれでいいじゃないですか、これでこんにちはみたいな、ちょっとこう、まあ、ちょっとマイク出すなこんにちはみたいな、まあ、顔出さ、まあ、こんぐらいにしてこんにちはみたいな、本日はみたいなね、
本日は読み上げますみたいな、ちょっと顔出ししてずに声だけこういくんだったらね、分かんないですよね、これ顔分かんなくないですか、顔分かんないでしょ。まあもしくはもうこれだけでいくとかね、これだけでこれこのなんかマイク出してこれでいいんじゃないですか、これでこんにちはみたいなこんにちはみたいな、どうですか、顔見えないでしょ、顔出しできない人、これ顔出しで、ね、かで音声も嫌だっていう場合は編集して音声変えてください。あの iMovie だと音声変えられます、 iMovie だと音声すぐ変えられる、ね、音声もダメって言ったら音声変えればいいじゃないですか、今日はみたいな、今日はそれか、まあその音声編集もめんどくさいんだったら今日はこんな悩みをいただきますみたいな、それでいいじゃないですか。できないんだったらできないことを潰せていけばいいじゃないですかね。なんかやれないのもったいないなと思うんですけどね。めっちゃ簡単じゃないですか。はい。で、まあまあまあ、もちろんですね、映像に関してはクオリティがあった方がいいです。もちろん。じゃあ歌が、これね、そう。まあ僕、インスタグラムやってて思うことが、その渡辺直美さんの存在なんですよ。渡辺直美さん。もちろん、まあ、僕もですね、歌、僕ちょっと恥ずかしいっていうのは、まあ、歌に関してはですよ。じゃあマジで音痴なんで、まあ、そのうちね、音痴な歌をね、僕公開してもいいんですけれども、多分バットめっちゃつくでしょうね。でもそれもでも音痴っていうのは面白いエンターテインメントなんですよ。わかります?音痴っていうのは、じゃあ音痴の僕のアップします?音痴のアップしましょうか。めちゃめちゃ音程合ってないんで。うん、じゃあ音痴の撮りましょうか、僕がどれだけ音痴か、うん、分かりました、アップしますよ、どれだけ音痴かっていうの、そのうちね、そのうちアップします。そうそう、まあ話ずれちゃったんですけど、渡辺直美さんってインスタグラムで日本一のフォロワー数って言われて600万人以上フォロワー数がいるんですけど、渡辺直美さんってデブじゃないですか、デブですよ、デブ、結論、もし、まあ、言葉悪いかもしれないですけど、結論デブじゃないですか。デブの芸人さんなんですね。デブなんですよ。だけど、それがコンテンツになってるわけですよ。ね?デブもよし、悪しです。ね?わかります?じゃあ、渡辺直美さんがもし、めっちゃスラッとして、モデルみたいな体型だったら売れてると思います?渡辺さんどうなんだろうな、ちょっとね多分イメージつかないんですけど、渡辺直美さんがめちゃめちゃ綺麗でモデルさんみたいだったら売れてると思います。今ぐらい僕は今の体型で今の感じのあれもうブルブル揺れるっていうのがおもろいというところが僕はそのコンテンツの深みになってると思うんですよ。これがなんかもちろんですね、めちゃめちゃモデルさんがあれをやったらまた面白いのかもしれないですけど、じゃあ普通本当に普通の人がやったら多分あんまだと思うんですよ。あの体型であれをやるから踊るから肉揺れのそれが面白いわけじゃないですか。なんかまあよしあるしと、うん、なんかメリットでもありデメリットでもあるということです。だから歌がうまいっていうのもメリットだし、歌が下手っていうのもメリットにもなるわけですよ。歌が下手イコールデメリットじゃなくて、歌が下手っていうのも面白いコンテンツになるわけですね、うん、デブっていうのも面白いコンテンツになるわけですよ。だからまあそのまあ僕なんかですね、まだそのなんだ、音痴の、なんだ、その僕が歌ってるやつは多分アップしてないと思うんですけれども、まあそれ以外の動画どう考えてもアホな動画結構多いじゃないですか、ね、アホな動画、まあそれでもそうそう、この前そのぼやきのぼやき動画久しぶりにアップしたりとか、ぼやきのやつお酒を飲みながらぼやいてるだけでもあれでも面白いって言ってくれる人いますからね。じゃあこう結論言いましょう。僕ですね、お酒を飲みながらぼやくっていうシリーズをやってたんですけれども、ただ金麦を飲んでコンソメパン食ってただぼやくっていう、ただそれだけです。ただそれだけ、ほんとそれだけね。金麦飲んでコンソメパンチ食ってただぼやくっていうだけなんですけど、じゃあそれを見て僕のファンになってくれた人がいます。じゃあそのファンになってくれた人は、そのファンになってくれた人は僕のセミナーに来てくれました。で Facebook のメッセージで吉田さんと
コンソメパンチうまいですねっていう写真も添付付きで、僕も金麦とコンソメパンチ食べてますっていう Facebook で写メも送ってきたりとかして、セミナーに来てくれました。だつまり僕のそのコンソメパンチと金麦でぼやくっていうのコンテンツを見て好きになってくれてセミナーに来てるわけですよ。でセミナーは有料の5000円です。で5000円が発生してます。そのただ金麦飲んでぼやいてるっていうことが集客のきっかけになり5000円がそこで発生しています。じゃあその後ですよ、その後、つい最近一昨日ぐらいの話ですけど、その人ついにバックエンドを買いました。価格298,000円です。298,000円です。わかります？5000円のフロントセミナー、最初はぼやく、金麦でぼやく、コンソメパンチョね、からファンになって5000円の有料セミナーフロントからのちょっと月日が経ってこの前29万、まあ2日、決済されたの2日前ぐらいですよ。2日前、298,000円の価格帯の商品の僕のを買っていただきました。まあドリームアカデミアっていうのを僕やってますけど、それを買っていただいて、熟成さんになってくれました。え、これなんすか僕金麦きっかけ金麦とコンソメですよ。金麦とこれね、ほんと僕思うんですけど、何でもよくねみたいな思うんですよね。まあ実際にその去年もそのドリームアカデミア入ってくれた人が、その NHK の僕なんか NHK の集金に対してぼやくみたいな動画作ったんですけど、まあ、それが今ね5000回ぐらいは4000回か5000回でその再生されてるんですけど、その NHK の集金の人にぼやくっていうのをきっかけで、なんかこの人面白いなと思ってもらって、その時にちょうどドリームアカデミアっていうのをセールスしてたんで入ってくれた人いるんですよ。 NHK の集金動画から僕の塾みたいな、みたいな、まあメールいただいたんで、まあ、今回こういうきっかけで、まあ、入塾させていただくことになりましたと、よろしくお願いしますみたいな。吉谷さんのこの NHK の、まあ、つい最近3日前ぐらいに NHK の動画見て吉谷さんのこと知ってみたいな、マジでみたいな。まあ他にもね話せばキリがないですけど、いろんな事例ありますけれども、だからまあまあそのまあちょっと最後の方は話ずれちゃいましたけれども、そのお客さんの声を聞いてそのリクエストに応えていくっていうことをやると、まあ無限にコンテンツは作れる、無限にコンテンツが作れるということは無限にお金を生み出せるということです。で、もしそのお客さんに声を聞けない媒体がないんであるならば、Yahoo の知恵袋とか Google の知恵袋やればもういいじゃねみたいな、無限でしょと。もうめちゃくちゃありとあらゆる悩みが書き込まれてますからね、さらにそこにアンサーがあるわけですよ。これね本当にこれね、お金稼ぎたいんだったら僕やるべきだったんですよ。いや別にお金がある人はですよ、お金がある人は投資とかやればいいじゃないですか、ね、お金を使ってお金を増やせばいいんですよ。お金が全く使えませんっていう人は無料の SNS を使いこなすしかなくないですか。どうですか、お金全くないんですよ。お金教材も払えません、セミナーにも行けません、塾にも入れません、何も買えません、何も買いたくありません、1円も払いたけません、だけどお金稼ぎたい、だったら無料の SNS 使うしかないじゃないですか。他にあります？無料の SNS を使うしかないんですよ。っていうか無料の SNS 使えばお金使わずお金稼げるわけですから、やった方がいいんですよ。ってかこれしかないね。他のお金もういっぱいありますよ。お金を稼ぐ方法っていうのはいっぱいあるんですけど、お金を使わないといけないわけじゃないですか。だからお金を使いたくない場合はそれをやってくださいという話ですよ。うん、聞こえてきましたね。結構音漏れ激しいなここ、うん、今日土曜日だからね。心に何の歌だろうこれ、開ければいい。これ何の歌ですかね。ウォーウォーウォー。多分ね一人カラオケですよ多分これ。多分ねここのブースがもう一個あるんですよ。多分一人で多分ストレス発散してるんでしょうね。ウォー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 って。何の歌だろうこれ。ワケモー。一人カラオケしてますね。
なるほど。ちょっとこう。オッケー。ちょっと何の歌だろう。分かんないけど。まあとりあえずまあそういうふうにやればお金を稼げますんで、お金が本当に払えないという場合はですね、それやってくださいよ。だそれしか僕ねないと思いますし、僕も2年間ぐらい広告使ってないですけど、もう無料の SNS 使いまくってますからね。無料の SNS めちゃくちゃ使い込んでる。なんでまあ僕一応サラリーマンの人よりかは稼いでるんですけど、なんで稼いでる僕がこんだけ無料の SNS 使って稼いでない人使ってないのって話で、僕からするとなんでかなと思うんですよ。いや時間がないとか、まあ、いろんな理由があるかもしれないですけれども、 それはそれでしょうがないじゃないですか。じゃあ時間がないんですって言ってたら、じゃあ無理だよねって話で終了。もう それで終了ですよね。それ言ってたらもうその時点で試合終了じゃないですか。時間がありません、あそうなんですね、わかりました、終了じゃないですか。時間がないんだったら、その時間作るしかないし、やるしかないし、すげえシンプルじゃないですか。なんかね、みんなね、やれないことをね、あだこうで言うんですよ。やれないこと、なんかね、これをやりたいのに やれないこと言うんですよ。え、やりたくないのみたいな。え、お金稼ぎたいならなんでやらんのって話じゃないですか。なんでお金を稼ぎたいのにやれない理由をこう並べるのって話で、こう、矛盾してません？こう僕思うんですけど、めっちゃ矛盾してると思いません？お金稼ぎたいのになんでやらない理由言うのって話じゃないですか。どうすればやれるかだけを考えればいいじゃないですか。ね、お金稼ぎたいです。じゃあそのお金稼ぐためにどうすれば自分今の自分でできるのかだけを考えればいいわけですよ。なんでやれない理由考えて、やれないことを声に出して、なんかあります？変わります？って話で、この本当いろんなお客さん見てるんですけど、本当いつも思うことがあって、なんやろなと、なんだかなんだなみたいなね、思うわけですよ。まあもうね、そろそろだいぶもう30分40分になるんで、そろそろ終わりますけれども、まあそんな感じです。だからお金が本当にないという場合はですね、今の方法をねもう使えますから、まあ、やっていただければいいのかなというところです。でお金がもしお金を払ってもう本気で学びたいということであるならば今回ですね、パウロさんとディレクターズクラブっていうのをやってますので、こちら入った方がいいと思います。もうこっちに入った方が間違いなく、まあ早く収益化はできると思います。自己流でやるのか、ちゃんと教わってやるのか、どっちの方がスピード速いと思いますか？自己流でやるのか、自己流でやるのか、それとも、ちゃんと習ってやるのか、どっちの方が早くスキルアップすると思いますか？自己流でやるのか、ちゃんとパウロさんの場合は映像をじゃあ勉強する、パウロさんはもう20億ぐらいの売り上げを作るプロモーションの動画を作れる人です、ね、そのめちゃめちゃすごい動画を作れる人から直接習うのか、自己流で映像を今から勉強するのか、ね、じゃあマーケティング一応僕10年やってきてます。10年やった結果今のこの動画のスタンスです、ね、まあ本当にマーケティング勉強してんのかと。え、大丈夫です。10億ぐらいは一応作ってきたんですけど、もうね、僕ね、なんでこのやり方やってるかっていうと、正直でしょ、そこまで、まあ、昔はその会社の売り上げを作らないといけないっていうことでやってたんですけど、今個人ですから、例えばでしょ、例えば今月で言うならば、僕そんなに今月商品あんま売ってないんですよ、今月。だけど、その無料オプトインのアフィリエイト結構ブワーやったんですね。で、多分それで40ぐらいあるんですよ、無料オプトだけで。ね、今月すげえ無料オプトあったんで、多分それで40ぐらいあるんですよね、全部で。まあそれだけでまあ生きていけるじゃないですか。ね、会社の売り上げで40、多分ね、僕今月あんま商品売ってないと思うんですよね。ゴールデンウィークキャンペーン、あ、でもこの前、あ、2日前にドリームアカデミー売れましたね、30万ぐらいの。で、無料オプト40万ぐらい、30万。うん、まあそんな話じゃないですか。じゃあまあ売上ベースで言うと無料オプト40の、まあそのドリアがこの前、昨日か一昨日30万、70万。あと他にも10万、20万ちょっとなんか確かあったと思うんで、もうこれで100万近いですよ、もう。
まあ、多分一般のサラリーマンの人はまあまあ稼いでると思うんですけど、まあ、商品売らなかったとしてもその無料オプトインっていう広告も僕まあできますから、まあ、そういうのやればいいし、ね、商品売らなかったら、まあ、いろいろな広告あるんで、まあ、うさんくさいですけどね、無料オプトは。無料オプトうさんくさいですけど、まあ、僕も飯食っていかないといけないんで、僕も飯食っていかないといけないんでやりますよ。まあ、皆さんが僕の商品全部買ってくれるならばアフィリエイトやんなくてもいいんですけど、ね、僕がどれだけ言ってもどれだけ本物の伝えても買わないじゃないですか。で、買わないんだったらじゃあ無料どうぞって話じゃないですか。買わないんだったら無料どうぞみたいな僕も生きていかないといけないんです、いませんまあそんな感じです。だから、まあ、お金本当に払いで本当にやる気あるっていうことであるならば、まあ、今回のディレクターズクラブは本当にですね、特典だけでもめちゃくちゃいいんで、だって特典でパウロさんの映像制作 PV を作ってくれるのが無料ですよ、入るだけで。これね、通常マジで僕ね、パウロさんに PV 作成していただくのに5、60万払ってますからね、 PV 作成してもらうために。パウロさんに僕 PV 何個かお願いしたんですけど、本当にね、外注に頼んでもお金取られますから、それ無料ですよ、パルさんに無料で作ってもらえるんですよ。でその PV 全部ずっと自分でずっと一生使えるわけですよ、クオリティの高いやつ、それ無料ですよ。で、あと僕の今まで販売してきた商品全部無料ですよ、90万相当マジで全部今まで販売してきてる、今ご提供できる商品の映像全部あげます、無料で。今僕が提供できる全ての、有料コンテンツ全部提供です、90万相当ね。さらに割引、これほんとないですからね。まあこんなオファーをできるのは正直僕多分情報業界の中で僕一人です、情報業界の中で僕一人です、このオファーができるのは。このオファーができるのと、あとパウロさんっていう人をつないで一緒にビジネスができるのは、この特典内容とパウロさんをつなげて一緒にビジネスができて、この業界の中では僕一人です。まあそもそもパウロさん他の人とあんまやんないんでね。だからまあ、吉田、お値段以上吉谷でいつもやってるんですけれども、まあ本当にですね、今回のディレクターズクラブはまあいいと思いますので、まあお金払える、やる気があるという方はね、ぜひ今回のチャンス、もう5月30日以降はこのセールス動画も作りませんし、もうご案内はしません、一生一生この価格とこの特典はもう特典も、はい、全部排除、全部特典もつけない、全くつけない、はい、っていう感じでやりますので、本当5月30日までの期間限定となります。まあ映像制作はですね、本当ね、もう映像に関してはね、僕ね絶対やった方がいいと思いますよ。ていうか映像の編集スキルがあって飯が食えません、まずないです。で逆に言うとですよ、逆に言うとここのディレクターズクラブに入って、ディレクターズクラブに入ってパーロさんから映像を学んで、パーロさんみたいな映像が作れるようになったら仕事依頼しますから、仕事バンバン依頼しますよ。っていうか仕事依頼したい人いっぱいいますよ。パウロさんぐらいの映像が作れるようになったらみんな依頼したいですから、もう紹介します。だからお金が稼げないってことはまず考えられません、紹介しますから、仕事そのいっぱいいますから、パウロさん、あ、パウロさんの映像クオリティ作れてればですよ。じゃあそれを学べるわけじゃないですかね。それあとは、まあ、学んだ後はそのやるかやらないかはその人次第ですけれども、そのクオリティの作れる人から直接学べるっていうのは僕はすごいことなんじゃないかなとは思うんですけれども、すごいな、結構頑張ってる一人カラオケ。たー、汚れたい、歌ってますね。はい、じゃあこの辺で終わりたいと思います。ディレクターズクラブの詳細はこの YouTube の下に、記載しておりますので、ご確認ください。5月30日までもうこれで終了です。もう案内は絶対しません、この価格とこの特典、もう絶対、もう一生手に入れることが本当できません。もうこれはガチです、今回やりすぎたんで。やりすぎても正直売れてないんですけど、でももう正直もうやんないです。でアホなんですよこの価格で。まあ、僕のね、この、まあ、これ余談なんですけど、まあ、余談なんですけど、昨日ですね、パウロさんから LINE が入って、吉谷さんと、ディレクターズクラブどうなんですかみたいな。
だこれね、1人申し込みあったんですよ。で、1人申し込みは実際あったんですけど、入金はないんですね。入金、まあ申し込みあるけど入金がないっていうのはまあまああるので、でそれパウロさんに言ったんですよ LINE で。1人申し込みはあるんですけど、入金はまだされてませんと。でパウロさんが笑い、かっこ悪いと、一人でも申し込みあったんですけど、ね、あれで一人でも申し込みあったんですね、逆にすごいですねみたいな。まあ、本当にね、おちゃらけて今いろいろやっちゃってる部分があるので、お前ら大丈夫かっていうところもあるかもしれないですけど、逆にこのなんかこんな感じで売れ一歩一人でも申し込みしていただいたっていうのは、まあ、ありがたいなというところで、だから多分ね、まあ、いくら僕が、まあ、このやり方でこの動画のね案内の仕方でこの、売ったとしても、多分はもしくはゼロ、もしくは、まあ、今申し込みがあるんでその人入金していただくか分かんないですけど、多分そんなにないと思います。ただ数が少ないので、入っていただいた方はかなり数が少ないから、濃い、お話ができるんじゃないかなと思います。はい、まあ、これをね本当に、まあ、チャンスと思ってくれるか、またなんか意味わかんねえな、こいつでなんかごたごた言ってるよって思うのかは自由ですけれども、本当にですね、内容はすごい内容で、一応ですよ、一応なんですけど、一応僕本も出してますから、本もね、ガチでね、一応やればできる子なんですけど、やりたくないっていう、やればできる子なんですけど、いや、もう10年間やったんで、もういいかなっていう、すいません。まあでも有料の商品はちゃんとやってますよ。セミナーとか有料で開催するとかちゃんと話してますよ。無料だけですからね、こんなおちゃらけでやってるの、ボン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 みたいにやってるのは無料だけですからね。こんなセミナーであんまやんないですよ、あんまりやらないですよ。ちゃんと、有料のやつはやってます。はい、まあそんな感じでございます。はい、ではですね、この YouTube の下に説明欄ありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。では終わります。